オールナイト富士は富士テレビ系で生放送されていた深夜番組である。タイトルは富士テレビと同じく富士山系グループに属する日本放送の深夜、全国ネットラジオ番組オールナイト日本を意識して付けられた。本校では1983年4月2日開始のオールナイト富士及びそれ以降にオールナイト富士のタイトルを冠した同様の深夜番組を記述する。 1965年から1994年までに次の3つが存在している。オールナイト富士1969年から1975年12月31日までの間に放送していた番組。1971年12月31日以降は新春特別番組としての放送。オールナイト日本のテレビ版としてスタートした。 オールナイト富士1983年から1991年までに放送していた番組、略称は、アンフ、オールナイト富士、オールナイト富士リターンズ1994年に放送した番組、オールナイト富士リターンズ1983年4月2日に放送開始、生放送初代司会は、秋元奈美と鳥越真理主な出演者には、 デビューしたばかりのトンネルズや片岡かつる太郎をはじめ、レコードも出したおかわりシスターズ、後にアナウンサーになった松山香里や佐野みわらがいる。出演している女子大生たちはオールナイターズと称された。この番組は、いわゆる女子大生ブームの火付け役となった。また、この番組は後にお笑い第三世代の代表格となるトンネルズの 富士テレビにおける初めてのレギュラー番組であり、その後30年以上もトンネル図版と言われる石田博士、港小市との人脈が築かれた。放送開始当初はアダルトビデオ紹介コーナーや性、風俗点探訪といった性風俗を扱ったコーナーがあったが、放送開始から1年半経った1984年の10月改編で他の民放キー局がより過激な切り口から、 性風俗情報などを扱った生番組を一斉にスタートさせたため、これらの裏番組との差別化もあり、以後これらの扱いはソフトなものとなった。1984年5月1日には火曜ワイドスペシャル枠で初の全国ネット SP が放送された。1985年初頭にはこれらの深夜番組の過激な内容が衆議院でも問題として取り上げられ、 当時の中曽根政権が郵政省を通じて深夜番組自粛を通告する事態となった結果、放送内容を変更せざるを得なくなった。各局の裏番組が続々打ち切られる中、オールナイト富士は1985年3月30日放送で一旦終了し、翌週からオールナイト富士2として性風俗の話題を入れない純粋なバラエティとして再スタート、最終的に この番組は1991年3月30日、第404回を迎えたところで8年の放送に幕を下ろした。全404回の平均視聴率は3.5%。最高視聴率は1989年3月25日の7.2%と、深夜帯にしては異例の高視聴率を誇った。司会、編集オールナイターズ、 編集初代3代目他か数4代目、移行他か数 CX、編集他か数タレギュラー、準、レギュラー、マンスリーなど、編集フジテレビ以外のネット機関については、ザテレビジョン各地域版のバックナンバーによる、注釈他か数、この番組では、生放送のためハプニングが続出した。本校で述べる石橋高明と、松本明子の案件については、テレビ誌に残る、大事件として、 後年も語られることが多い。石橋隆明テレビカメラ破壊事件1985年1月19日放送。同番組内で一機を歌唱中、石橋が箱型のテレビカメラが乗せられたペデスタルを何度も揺すっているうち、ペデスタルのバランスが崩れて、フロアに横倒しとなった。倒れたカメラをスタッフがすぐに立て直すも、トンネル図の二人は顔面蒼白。木梨は 俺知らねえよ、と何度もつぶやいていた。曲終了後、MC 陣がその場をどうにか取り繕った。カメラは一見故障していないように見えたが、倒れた。際の衝撃により、レンズが、このカメラとレンズは合わせて、当時の価格で約1、500万円だった。後に、当時のスタッフが悪ふざけと申請したため、フジテレビが当時かけていた保険では修繕されなかったと発言しているが、 経緯と状況を説明した結果、保険金は下りた。その後、富士テレビの歴史や過去の番組を振り返る特番等で、このシーンが何度か放送されている。松本明子放送禁止用後絶叫事件1984年3月31日放送。当日は、日本放送の深夜番組、小福帝鶴光のオールナイト日本とのドッキング放送となり、 オールナイト日本用のアナブースをフジテレビ第4スタジオ内に設置。オールナイト日本はそこから放送されていた。テレビとラジオのサイマル放送時、ラジオブース内で案の DJ、小福亭鶴光や鶴太郎らにそそのかされた松本は、鶴光の4文字の言葉を言ってみろという質問に対し、4文字の放送禁止用語を発言して問題となり、 以後半年間タレント活動を自粛し禁止させられることになった。復帰後は再びオールナイト日本に出演するなどタレントとして変わらず活動を続けている。一方でこの騒動の主犯格とされた鶴光はその後の長い間にわたり関東圏のテレビ局からは仕事こそ来るものの生放送の仕事がなかなか回ってこなかったと言い,い、本人もオールナイト日本の最終回などでそのことを たびたび語っていた。オールナイターズもミクチャ痴漢事件深夜放送であった。都合上、会場での公開性放送は1983年10月1日のサンシャインシティ噴水広場及び1988年9月3日のまず有明からの2回のみ。そのうちサンシャインシティでの公開性放送に際しては、下記のようなハプニングトラブルが発生している。当日は、 サンシャインシティ噴水広場全体を高さ1メートルほどのステージにして全体をスタジオとして使用両サイドにフロアサブとかリフィカエスペースを設置し放送開始から終了まで放送された当日のサンシャインシティは4周年記念24時間イベント中でその一環として当時のサンシャインシティのイベントを仕切っていた富士系企画会社の計画で実施されたため番組の前後にもビート タケシや鶴太郎と当時の多くのオタプロ関連の出演者がステージに登場していた。当日は番組及び主催者側の予想をはるかに超える1万人、近い監修が押し寄せ、会場は人でごった返し、ステージまで近寄れない人のために、通路各所の館内放送用モニターでも放送が流された。生放送開始前からトラブルは起きており、MC リハーサル中に一部番組関係者が、 ステージ下の観客と言い合いになり、関係者が監修を殴る事態も起こり、番組 MC が悲鳴を上げて凍りつく異常な雰囲気のまま番組がスタートした。生放送中は番組進行に関わるようなハプニングやトラブルはなかったものの、生放送終了後、オールナイターズの大学生用送迎バスをスタッフが広場広報の行動に用意してしまったため、大観衆の中を学生がすり抜ける羽目になり、 多くの監修にもみくちゃにされてしまい、翌週から番組出演をやめた学生もいたという、オールナイト富士の特別版、オールナイト富士女子高生スペシャルから派生し、同年4月、月曜から金曜までの平日のベルト番組、夕焼けにゃんにゃんの放送が始まった。スタッフ陣は、ほぼ同じで、番組路線的にも、オールナイト富士のフォーマットを踏襲した、生番組の情報バラエティ。 番組アシスタントとして、オールナイターズと同様に、女子学生で構成されたオニャンコクラブも作り出す。こちらでもグループ本体は元より、数々のグループ内ユニットやソロで、歌を出す、写真集を出す、た番組への出演など番組の枠を超えた、芸能活動を行った。ただし、オールナイターズとは違って、オニャンコクラブは、立ち上げのメンバーを除いて、以降は、 番組内の公開オーディションで選ばれ、必ずしも素人ではなく加入前から芸能事務所に所属している者も,も多かった。出演者も、オールナイト富士と掛け持ちで、初期の司会に、片岡鶴太郎、中期から末期にかけて、松本伊予を廃止、おにゃんこクラブのメンバーであった、内海和子もオールナイターズのメンバーとして出演。また、トンネルズは、 初期は連日出演するなどしたが、夕焼けにゃんにゃん開始と時を同じくして爆発的に売れっ子となっていったため、次第に出演する曜日は減り、中期からは水曜日のみの出演となった。番組開始当初は7曲ネットで、番組と、おにゃんコクラブの人気上昇とともに、ネット曲が増え、最終的に23曲ネットまで拡大したが、急激な、おにゃんコ人気の低落や番組自体のパワーダウンもあり、 1987年8月いっぱいで終了したフジテレビとオールナイトフジのスタッフはその後もこの番組と同様のコンセプトを持たせた番組としてパラダイス午後いやそれに出演するフジテレビ主催運営のタレント育成講座の乙女塾を作ったパラダイス午後にもまた当時のオールナイトフジ出演者が掛け持ちしていて禁止した番組作りが行われていた 1984年から1986年の深夜番組ブームに放送された各曲のライバル番組、事前収録部分番組当初はミニコンサート、ゲストや一部レギュラーの歌を除き、エンディングまで基本的に生放送されていた。途中から26時30分過ぎあたりに消化する CM 以降を生放送開始数時間前に事前収録しておき、時間が来たら、 放送するという形に移行した。この部分的な事前収録については番組内でもトンネルズや片岡鶴太郎などがあえて発言していた。放送終了時間当初からこの番組の売りの一つに放送終了時間未定というものがあった。終了時間を未定とすることでビデオでの録画予約をしにくくし視聴率が計測されるリアルタイムで見てもらおうとする目的もあった。 終了時間については27時30分前後という暗黙の了解はあったものの当日の番組進行に終了時間が左右されるという珍しいものであった。ただし回によっては28時過ぎまでどころか時には朝5時になっても番組が放送されたことがある。フロアサブこの番組のセットの最大の特徴としてフロアサブの存在が挙げられる。 ラジオ番組のスタイルを模倣したいというスタッフの考えに沿って本来存在しているサブとは別にスタジオセットの一部としてフロア内に臨時のサブを設営したこれがフロアサブであるオールナイト富士が初めて取り入れたこのシステムは同局の同じスタッフが担当した夕焼けニャンニャンでは全く同じ仕組みが取り入れられたほ殿様のフェロモンアパッチナイトフジでも 同様のセット展開を取り入れていた。なお、あくまで本来のサブが番組運行のメインであり、映像や音声については、フロアサブが、いわば中継者の役割を果たしていたことになる、内報番組、協力45番組編成上の都合により、1988年11月5日から1989年3月までの、およそ5ヶ月間、別番組として、 協力45という番組が内放されていた。これは、富士テレビの若手ディレクター7人が毎週、週替わりで様々な企画の45分番組を制作するという実験枠であった。ちなみに、この協力45は番組後半に差し掛かる手前の午前3時前後に挿入され、その間オールナイト富士は中断の扱いとなっていた。スポンサー・スポンサーは、 関東に限り番組前半に複数社がついていた番組後半は PT。1986年秋改編以降、フジテレビ深夜枠は JOCXTV2 などのゾーンタイトルが付加されたゾーン枠へと移行し、そのゾーンスポンサーにキリンビールがついたことから番組メインセットやメインテーブル一部コーナー用のテーブル上にスポンサーの商品が常時置かれていたほか番組内 洋楽情報コーナーにもゾーンスポンサー名がカンとして付けられていた。関西テレビのネット拒否系列局の関西テレビは番組のネット要請を受けたが、お色気は一切排除するという意向があったために拒否し、土曜深夜の大型性放送番組として、エンドレスナイトが1984年7月から6年間放送された。交流企画として、百八十四年秋頃に一度だけで、 あるが、オールナイト富士とエンドレスナイトが相互に、互いのスタジオと中継を結び、番組放送時間内に数回、互いの番組同士を紹介し合いながら、エール交換を送るという企画を放送している。厳密な番組ネットではないが、非常に珍しい企画であった。百八十八年四月からの、約半年間、オールナイト富士本編終了後の午前三時三十分から五時三十分まで、 放送されていた。ネット局はなし。当時は本体もネット局なしの関東ローカルであった。低予算を売りにしてカメラはハンディ型1台のみ。スタジオは基本的に使用せず、全編が外からの中継という本体とは異なる状況下で放送されていた。本体の最終回で当時の MC であった相良春子や桑野信吉らが語ったところによると、 番組スタートの直接的理由は、オールナイト富士本体の赤字解消であるという、中継場所は週替わりで変化した。初回はキャバクラの女子寮から行い、それ以降も様々な場所から生中継を行ったが、後期に入るにつれ、富士テレビ社内での放送が多くなっていき、正面玄関や南玄関、第9スタジオなどを経て、末期は一部終了後の、 第4スタジオをそのまま使用して放送する形へと変化した。スタッフのうち演出陣は本体のスタッフから一部が先住として延長線へ移動したが、本体のスタッフも持ち回りで担当するなど、あくまで同じ番組としての連携が図られた。ただし、番組を送り出す副調整室は本体で使用している第4副調整室ではなく、 プロ野球ニュース用の第7副調整室を受けサブとして、当初はこちらにもカメラやタレントを置き、一部コーナーを放送していた。なお、1988年9月3日と同年10月1日に限っては、本体と同じ第4副調整室から送り出しを行った。本体から延長戦へは、私、コメントが必ず入り、会によっては延長戦メンバーが、 本体に顔出しすることもあった。延長戦が放送されていた期間は、それまで本体で放送されていた一部のコーナーが延長戦に移動した。キリン洋楽情報もその一つだが、延長戦終了後、こちらは本体へと戻っている。ちなみに洋楽情報は番組初回から最終回前週まで放送されており、番組内で唯一最後まで続いたコーナーであると言える。 この番組の開始時刻は、オールナイトフジ本体の終了時間に左右されており、本体の番組進行に合わせて延長戦の本編時間は決められていたと言われている。ちなみに、この期間は本体の終了時刻が未定との扱いになっており、延長戦も含めた番組全体としては、午前5時30分終了と決まっていた。他1994年4月から9月にかけて、 放送、好調だった全番組、殿様のフェロモンの後を継ぎ、オールナイト富士終了からちょうど3年が経った時期に、復活したのが当番組である。番組ネット局は、富士テレビと、岩手面ンコテレビの2局司会レギュラー新オールナイターズメイン司会、編集ゲスト、編集 VTR ゲスト、編集オールナイト富士が注目を集めていた時代には、同じ富士テレビのバラエティ番組で、 パロディ化されたことが数回あった。主なところを下記に記す。注釈出展協力45に関する、カテゴリー。オールナイト富士 R に関するカテゴリー。FNS 正月だよ。オールハーイナイトフジ2015ハーイにいる芸能人、大集合。お年玉付き生放送 SP に関するカテゴリー。ありがとうございます。